アーセナル本館、スプリングフィールド造兵省は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、スプリングフィールドに、かつて存在した国営の小銃開発施設である。スプリングフィールドアーモリー、スプリングフィールド国営造兵省とも、1777年、陸軍施設のスプリングフィールド工廠が建設された。百九十四年、ジョージ・ワシントン初代大統領の命により、 各種機関を統合し、消火器の国産化を目的とする、スプリングフィールド造兵省が発足した。南北戦争で北軍を中心に100万兆近くが使用された M1863、ライフルドマスケットで知られる。近年では、M1 ガーランドや M14 が開発された。ベトナム戦争時に投入した M14 が失敗し、正式採用銃を コルト社に移管した後、1968年に閉鎖された。現在、施設敷地建物は、記念公園や博物館として運営されている。スプリングフィールド・アーモリーのブランドは民間に売却され、1974年に民間企業のスプリングフィールド・アーモリー・インクが創設された。旧造兵商の小銃としては、M1 ガーランドや M14、その他、 M1A や他メーカーのライセンス製品を製造販売している。ただし、法人的には急増閉症と何ら関係がない。M1873、M1903、M1、ガーランド M14 製品のほとんどが小銃である。スプリングフィールド製の小銃は、スプリングフィールド銃と呼ばれる。ただし、 比較的最近の M1892 から99以降は含めないことが多い。ありがとうございます。